2M1207 は、ゲンタウルス座の方向にある、褐色矮星で、2M1207 ビットという番星を伴っている。これはおそらく太陽系外で初めて直接、撮影された惑星質量天体で、褐色矮星に見つかったのも初めてである。2M1207 は、近赤外線による、観測にマスによって発見されたため、2M で始まる名前がついた。 スペクトル型 M8 の非常に若い星で海ビザ TW アソシエーションの一つであると見られる。質量は約25木星質量と見積もられている。晩星の 2M1207 ビットは3から10木星質量程度と見積もられている。赤く厚くなり続けており、次の数十億年で冷えると木星よりわずかに小さい大きさまで縮むと考えられている。 初期の光学的な観測では 2M1207 までの距離は約70%パーセクトされていた。2005年12月にアメリカの天文学者エリック・ママジェクは運動静断法によって 2M1207 までの距離を53.6%正確に測定した。さらに2007年、三角視差法によって53.1%さらに正確な値が測定された。 オウシザ T 型星のような多くの褐色矮星では原子惑星系円盤が降着している。2M1207 は広い Hα 線のため初めてこのような円盤の存在が考えられ、後に紫外線分光法によって確認された。円盤の存在は赤外線による観測でも確認されている。一般的には降着円盤は円盤に垂直な速いジェットを生み出すことも知られている。 2007年4月のアストローフィザックルジャーナル誌では極からジェットが吹き出していることが報告されている。約10億キロメートルにも及ぶジェットはヨーロッパ南天天問題の超型望遠鏡 VLT を用いて発見された。ジェット中の物質は秒速数キロメートルの速度で宇宙に吹き出している。ありがとうございます。